どうも皆さん、スーパーお久しぶり、フリーメイソン。アキオのモロバグのものです。本当のこと言うと、都市伝説系にはもう飽きてです。作るのがめんどくさかったんだけど、僕のチャンネルで一番伸びが良かったからなんて口が裂けても言えないけど、見てくれちゃってあなたクスゼイアンたちを夢かっこあてなの世界へ。ニューワールドオーダーご招待いたし、メイソン。そういえば最近よく出てくるクソ広告の公衆関係のやつ、食事時によく YouTube 見てることが多いから本当にやめてほしいよね。それではお待たせいたしました。早速行ってみましょう。OPKKK。全国の匿名さん、こんばん。深夜の放送のことです。さあ、今回はですね、マクドナルドのパティはミミズについてお話ししていきたくす。ゼイヤン。まあ、もともとはファーストフード店でアルバイトとして雇われてた従業員が、ミミズの肉を調理している現場を目撃し、多額の口止め料を受け取る。といったね、筋立ての都市伝説として、もともと広まりました。アメリカ合衆国では1978年から1982年にかけて、大手チェーン店に対する誹謗中傷として広く流布し、荒唐無稽な噂が真に受けられた典型例としてしばしば引き合いに出されました。ミミズ肉は不衛生なものを象徴としており、この噂はアメリカの食文化やね、ジャンクフードに対する偏見や反感を反映した噂であると考えられます。まあ、そもそも食用のミミズ肉がね、すごい高価という問題があるんですけど、ミミズ肉はね、牛肉の5倍のコストがかかり、使用すればそれだけで600円から700円ほどになるんですよね。またミミズの肉を調理するためには砂袋を取り去るなどの細かい下ごしらえがね、必要になっており、牛肉よりも製造費用が高くなります。しかもとにかくまずいらしいですね。はい。まあ、これに対してアメリカのハンバーガーチェーン店であるね、マクドナルドは、噂に対する反論として、ジャーナリストに働きかけたりね、食品の安全性を保証する農家の手紙をね、店舗に貼り出したりとか、マクドナルドのパティがね、牛肉 100% であることをテレビ広告でアピールするなどの、対策を行ったようです。ミミズ肉の噂が発生した原因としてね、機械から出てくるひき肉の通称がね、ミミズなんですよね。それを誤解された方が、いたんじゃないかなという説もあります。なお、牛肉以外の家畜肉が利用される例として、牛肉を使用することができないヒンドゥー教圏ではね、鶏肉 100% となっています。日本でもね、豚肉や鶏肉を使ったハンバーガーは、珍しくありません。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ミミズバーガー説ということでね、マクドナルドなどで、結構有名な都市伝説だったと思うんですけれども、そういえば最近マック全然食ってねえなということでね、関さん締めの方にお願いします。ミミズって聞くと食欲がうせちゃうよね。でもミミズバーガーって語呂がめちゃくちゃいいよね。だから多くのハンバーガーはミミズだったのかもしれません。信じるか信じないかはあなたくすぜい。来ちゃってるよね、これ完全に。その男にやるしかない。グラナリモールでした。ご視聴ありがとうございました。また見てください。それでは、See you next time! いやー、それにしても、皆さんのおかげで2周年目突入だぜ。本当に感謝感激、雨あられだよな。みんな、俺、これからも頑張るから、応援よろしく!よろしく!次回、スリーピース、まだ決まってないので、見てい。単独王に、俺は、ここの、
一人雪合戦をしていきたいと思います。言うてさやろうか。あんま飛ばん。大変失礼しました。それではありえな。 See you next time。住親イルミナリ。ガン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 。で最後にダイナーのモノマネします。俺はここのオーダー。ここは会員制の店ダイナー。客は全員が人殺し。皿の置き方一つで消されることもある。ここは殺し屋専用のダイナーだ。でかいの他集中。悪魔的だ。約束と違うじゃねえか、インチキだ。悪魔的だ。約束と違うじゃねえか、インチキだ。エキゾティーク。ファックジャパン。ファックジャパン。クーバー。クーバー。6ってあるよね。6、悪魔の数字、秘密結社、フリーメイソンってことなんだよねってこと。だからなんだ。僕は点を置いただけ。その点を線でつなぐのはあなたたちだよねってこと。君の気持ちはよくわかる。私も今日は多く失った。 I am Iron Man。 I am Iron Man。